デザインアは NHK 教育テレビジョンで放送されているデザインを題材とした番組。2010年9月5日にパイロット版が放送された後、2011年4月2日に本放送を開始した。2021年7月18日の放送以降、放送自粛を発表し、2022年1月18日時点では放送休止中との記載あり。 身の周りにあるものをデザインの視点から見つめ直すことで、デザインの面白さを伝えつつ、子供たちのデザイン的な視点と感性を育むことを、番組の目的としている。番組スタッフの中心となるのは、全体の構成を担当する、佐藤拓、音楽を担当する、コーネリアス、映像監修を担当する、中村優吾の3名。子供向け番組であるものの、 デザインとそれにまつわる創造的な視点をモーショングラフィックスとサウンドデザインを駆使して高い完成度で表現しデザインというテーマを子供向けの番組として組み立てた点が革新的であると高い評価を受けている番組タイトルにあるあは50音の最初の文字でありデザインの面白さを学ぶ最初の入り口という番組コンセプトが込められている 子供向け番組でもあり、数分間の短いコーナーをつなぎ合わせた構成となっている。基本的に一回の放送中にコーナーが重複することはないが、時折一つのコーナーを連続して流すスペシャル回を放送することがある。テーマ曲のあのテーマは、あの声だけで構成された楽曲で、公式サイト内に閲覧者の描いたあの文字が変化する様子に合わせて、 テーマ画像が流れる特設サイトが用意されている。2020年度まで使用されていたエンドカードは黒背景に白文字の終わりと白抜きの NHK ロゴが画面中央に番組公式サイトの URL が画面下部にそれぞれフェードインで表示されるという形式が取られている。5分版では一時期公式サイトの URL と合わせて 通常版の放送時間告知テロップが添えられていた。2021年2月27日放送分で放送回数200回を達成。同日にはこれを記念して200回スペシャルと題し、小山田ら番組の音楽制作に携わるメンバーのライブ映像を放送。あのテーマ、新羅万象解散、思ってたんと違う、手触り歌などのライブバージョンが披露された。 15分バージョンとしては、これが最終回となる。2021年度より、ピタゴラスイッチと、同様、15分版の放送時間を10分へ短縮。また、上記のエンドカードが廃止された。エンディングテーマや放送したコーナーのダイジェスト、タイトルロゴの映像は当初使用されていなかったが、2021年6月12日放送分から、 エンディングテーマ曲を新しいものに変更して復活した。2021年7月1日より各コーナーをつないで1時間27分の長さに構成し、ネットフリックスでのストリーミング配信を開始した。2021年7月に入り、音楽担当の小山田の過去の雑誌上でのいじめに関するインタビュー記事が物議を醸す中、NHK は 過去の雑誌記事の内容を認めていることや、一連の経緯などを踏まえ総合的に判断した結果との理由で7月20日分の放送を見合わせ、ピタゴラスイッチに差し替え、公式サイトの小山田ら主要スタッフ3名のクレジットも同日中に削除された。これにより新作放送は7月12日の第205回までとなり、再放送。 最高成分については7月19日放送の信号までとなった。翌7月21日に行われた定例記者会見の席で、正垣がきさ放送総局長は、番組スタート時の2011年と2017年に、小山田の起用について問い合わせがあったことを明かした。上で、所属事務所から本人が反省している、胸の説明を聞いて受け入れた上で起用したことを、 説明し、本人が過去のいじめの事実を認めていることに加え、2020年東京オリンピックパラリンピックを踏まえて NHK が多様性を認めて共生社会を一歩進めることを体現できないかと目標にしていることを踏まえての判断であったことを説明した。番組は当面の間放送を休止すると発表した。2021年度の秋の改編では、 番組名は記載されていなかったが、引き続き休止の扱いで、今後については検討中だという。2011年10月1日から放送されている、過去の放送を再構成した、ショートバージョン。開始から2021年3月26日までは、e、NHKE テレで放送されていたが、同年4月以降は放送チャンネルを、NHK 総合テレビジョンに切り替え、 毎週日曜早朝、昼の時間帯に移行される。冒頭で、今日はと、その日のテーマとなる題材を紹介するナレーションが挿入される。稀に、今日はなんだと、そのヒントとなる写真が4枚挿入され、後にその答えが画面に表示されることがあった。なお、以下の、主なコーナーのうち、デザインの人は、出演者の肖像権の関係もあり放送されない。 2021年3月4日から NHK 総合で不定期放送されているショートバージョン。放送時間は1分と非常に短いため放送内容はクラッチと1分以内に収まるコーナーに限られる。番組終了時は終わり制作、著作、NHK と右下に表示される。番組開始から2020年度までは2週にわたって新作2本を放送し、 次の2週で再放送を行うというローテーションで放送されていた。2014年度までは金曜日の15時45分から16時に再放送枠が設けられていたが、2015年度の E テレキッズにおける編成見直しに伴い、当該再放送枠は2018年度まで廃止されていた。本放送開始から2020年度までの放送時間は15分だったが、 2021年度より E テレの番組改編に伴い放送時間が10分に短縮された。同時に NHKBS プレミアムでの再放送も終了した。5分版の各年度ごとの時間変遷は下記の通りである。5分版については E テレ時代は台風や地震など大規模な天災が発生した際には予告なしに手話ニュースに差し替えられ休止となる場合があった。 総合テレビに移行して、以降は、スポーツ中継放送時は休止する場合がある。コーナーの一つとして、音楽とクリエイターによる映像表現の組み合わせが放送される。複数回放送されても、基本的に同じ内容の繰り返し。作曲はすべてコーネリアス。ありがとうございます。